無国ライブ一座2015年3月28日の土曜日午後5時半になりました。いつもは6時から生放送だけど、実は5時半になってる。実はこの JR 崖の野沢駅から向こうに京橋行く特安から京橋が7時から電車の線路の工事で止まってしまうらしいですね。特にうちの場面お客さんも帰られなってしまうし、バスに乗ったりしてまたややこしくなってしまうし、うちのなんていうの、今日ゲストの方がもうツイッターや野勢から来てくれてるから帰られんような中から今日は5時半からスタートします。大阪府大東市は野崎三島商店街、野崎三島商店街にある野崎アホンワカスタジオより第38回今宵も友情戦レギュラー中はもちろん、今宵またタチアンズのまた夢の共演でございます。音楽以外との共演です。楽しみしてくださいよ。野崎アホンクジャンボリーについにやってまいりました。どうもスタジオにお集めの皆様、そして放送をご覧になっている皆様、お元気でしょうか。イエーイ、僕はめっちゃいえいえ言うてね、ありがとう、ありがとうございます。あ、この番組はですね、ここ野崎三島商店街、野崎大和歌スタジオ出会い集い、懐かしの思い出のレジェンドフォークソングのカバー曲から、魂の叫び作品作曲のオリジナル曲までを熱い思いでギター弾き語る、あ、公開ライブ生放送でございます。まずは我々部学ライブ室だから、そう、我々もちろんオリジナル曲、今日は電車が止まってることでえらいことになってるって、5時半からスタートだから我々の電車のつく歌でございます。この作品から、うん、男は同時に生まれて、
責任を任せて夢憧れ日々忘れてこらえてませんの上へ生きる泣いて座に揺られて明日の心も揺られて感じ、ああ、たまには君と二人で海に沈まり眠りたい。サムがくらびさ、毎日は揺られて大合唱。どうかよろしくお願いね。今日お客さんの中に高くお誕生日の方がおらしくて、野田さんお誕生日おめでとう。内田君が心の底からおめでとうと言っておりますので今無駄と言っております。では毎年さえ揺られて大合唱 T2B3 はい毎年さえ揺られて、心の底から元気いっぱいに、毎年さえ揺られて、野崎さんの少年が響き渡るぐらいに、毎年さえ揺られて、毎年お集まりお客様の皆様と毎年さえ大合唱はなかなかいい感じで誠にご乗車ありがとうございました。この番組の MC 進行役事務紹介をしたいと思います。私たちムガクライビザここ地元大東市で、2002年4月からギター弾き語りショーという形ですね結成活動をスタートしました。12年同じメンバーで歌い続けてるんですね。そして今はここ毎週土曜日が野崎フォークチャンボリーを有名にという熱い思いでですね我々今毎週土曜日ギターをここに通って、担いで通ってね毎週歌っております。今日も皆さん来てくれてありがとうございます。そして、この野崎フォークチャン土曜日以外は我々は、出張で参られる主にボランティア賞から夢は紅白歌合戦出場としましてですね大阪市24区堺市7区大阪府全43市町村そして近畿2府4県になります福祉関係施設さんですね老人ホームさんに福祉作業所はたまたデイサービスにグループホームはたまた公民館に集会場こないだ変わったとこ訴えてこれあの盛況のお祭りまで行ってきたんですね。ありがとうございます。ということで私が地元大東市前大東市座長もやってます歌とギター山野友の糸ギター小山亮介とギター日野内貫です。夢を楽しむと漢字で書きましてそれが僕たち音楽ライブ一座でございます。あーありがとうありがとう。さあということで今日もね第38回野崎フォークジャンブル始まりまして今日もですね生放送5時半から今日は急遽生放送でもよう皆さんお客さん5時半で知らずに来てくれてんねほんまありがとう。ありがとう。先ほど奇跡やってみんな呼んでますからねありがとうございます。ちゃんとファックスも応援ファックスも届いてるんですね。こちらから行きましょうかね。高槻市は、平井さんからも届いておりますね。ありがとうございます。第38回野崎フォーク桜っていう一文字を、書いていただいてますね。ありがとうございます。3月のあ最終の放送やってね今日ね
あれ聞いて最終の放送で電車止まるかね。ねえ、びっくりしたね。酒井さん言うてくれ、俺気づいてなかったもんね。こちらファックスありがとうございます。桜いいですね。ね、我々このイベントで桜綺麗かな。次いきます。こちらもくれてます。大阪市長野区デイホームらしいじゃん。スタッフ一同の皆さんにくれております。第38回野崎ホークジャムに桜の絵が描いてくれてますね。お、あなたは花派それとも団子派？私は歌派ですよ。ね、描いてくれて、うちらくん、ちなみに花派団子、あ、言わなくていいです、団子派でしたからね。もう分かっております。私ありがとうございます。ありがとうございます。こちらも増えておりますね。堺市は東区かね、渡るくん。はい。堺市のソルメゾン、丸田さんから、ファックス増えております。今夜は第30回放送ですね。お、ちゃんと書いてくれてですね。嬉しいですね。今回は夢の多ジャンルの共演って書いてくれてます。名作朗読会、再演ですねって再びとよくこう分かってくれて、こうやって書いてくれてるんですね。あれも堺さん今向こうで喜んでます。ありがとう。あ、まだ、丸田さんちょっとちっちゃいメッセージがいるから、ちょっとこれ読んどかないかな、これ。風は強くても一歩ずつ、どうやら大変な旅が続いてるみたいなので頑張ってください、丸夏さん。4月5日会えるかな、楽しみです。そちらもくれてます。大阪市東淀川区ホタルを木村さんにくれております。第30回野崎フォークジャンボリー、無学ライブするの皆さんありがとうございますってこと書いてくれてます。よかったね、感動。次回七夕をいろいろ書いてくれてますよ、これ感じで。今日も片谷にアップ頼むね。はい、片谷にもちゃんと5時半の放送間に合ってきてくれてるね、みんなありがとうございます。昨日決まってね、一斉にみんな5時半のスタッフに伝えるところ、みんな来てくれてありがとう。酒井さんも感謝してくれましたんで、総選択の乗せ変えられるからね。こちら増えてますよ。大阪市東淀川区、同じとこ楽しいデイツ1個、脇坂さん、スタッフ以上皆さんくれております。楽しいライブありがとうございました。いろいろ書いてくれてます。そしてファックスありがとう。こちらこの番組でトパーさん、トパーさんが明日大東市のボランティアフェスティバルとこに参加しておられますので、トパーさんがどうやら朝から夕方ずっとおるらしいんで、会いに行ってください。皆さんおられます。かずみさん宣伝しといたよ。こちら宣伝ばっかりな。うちの番組のほんまチーフディレクターヤンチョ D がまだまだ芝居をします。今からヤン D がアップ撮ってます。神戸ですね、やっておられます。そしてこちら来ましたですね、我々の野崎フォークジャンボリー、来ましたよ、わたるくん、よろしくお願いしますよ。それさあ、いよいよ来週の日曜です。まあ来週の日曜日ってもう来週の土曜日の放送はちゃんとしますよ。もう土曜日休んでこれだけする思ったら大間違いですけどさ、ちゃんと、しかも来週は、しかもこの初めての初登場の方が土曜日わざわざ来てくれってことになってますので、楽しみにしてくださいね。こんな感じです。今日の出演者、レギュラー陣、塩崎ジョージ、山根さんももちろん出てます。そして今日のゲストの名作朗読会の皆さんもここに乗っておりますね。皆さん楽しみにされる。来週の4月5日会場12時、開演12時半、場所は野崎参り公園。これこの機会です。野崎参り公園で野外でするんですかって、雨やったら中止なんですか。いえいえ違います、野崎参り公園の中に多目的ホールとちゃんと屋根ついておりますので、皆さん大丈夫ですよ。桜の下で歌を思ってたみたいね、野外ライブと思ってたみたいね、ちゃんと多目的ホールもございます。皆さん雨でも大丈夫です、足を運んでくださいませ。以上です。はい、言うてた通りやな。いいね。なんで毎週桜で来てくれる。ありがとうございます。ということで今日も生放送でお届けしております、上村君、内田君、野崎ホームスタジオ並びにこの番組よろしくお願いします。内田君いけるかな、よろしく。はい、だんだんね花粉めいてきまいりましたけどね、ちょうどね春先あたりでね、野崎参道商店街もすごいね桜がこうポチポチとやってきまいりました。その野崎、商店街はどこにありますかと言いますと、この野崎 JR 学研都市線野崎駅を降りていただいて山側に連なる参道商店街、野崎参道商店街でございます。我々そのねちょうど中間地点で野崎本若スタジオというところでね催しをやっております。どのような形でやっておりますかと言いますと、はい、スタジオカラオケ、客席もございます。出演者も募集しております。サクッと行きます。ありがとうございます。はい、サクッとですね。はい、6時からやっておりますけどね、今日5時半からということでね。はい、ぜひ差し支えのない方はぜひ遊びにお越しください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでございます。さあ、第38回野崎フォークジャンボリー、もうじきイベントに近づいてきました。初のイベントですかね、これ実はね、初イベントに向けて今日もこのイベントに立ってくれるみんながね駆けつけてくれております。今回はですね、代表の酒井さんはですね吹田から来てくれるんですよ。そしてなんといってもあの
あの井口さんに至っては能勢から来てる。皆さん分かります？ここ地図で見せてあげたいわよ。どんだけ能勢と大都市の距離があるかへの。よく来てるから、今日だけ電車が止まってしまう可能性があるんでね、今日は早めに名作朗読会の皆さんのためにね、ちょっと早めにしてるってとこもあるんですよ。で、さっき聞いたら、みんなが車で来てるから大丈夫で安心でよかったです。東に上がって全然止まれへんけどね、花店市向こう行くと止まってしまうとなってますんでね、気をつけていただけたらいいなと思ってます。さあ今回ですね、登場メンバーが実はこの間名作朗読会の皆さん、実はこの間で去年の12月の時に出てくれてるんですよ。今日まだ一人の方、まだメンバー違う方が来てくれてるから、いわゆるある意味初登場のメンバーの方もいますんで、皆さん楽しんでください。さあ再びタジャーヌの共演でございます。皆さん楽しんでくださいね。どうぞ。皆さんこんばんはというのはちょっと早いかもしれませんけれども、名作朗読会代表の酒井博子です。去年も寄せてもらいまして、今年も寄せてもらって、やっぱり野崎ほんわかスタジオは馴染みの深い会場として、これからも参加させていただきます。今日は私の方がシーカさん代を呼びまして、あとの仲間が井口さんが小説を読みます。はい、よろしくお願いします。シーカ三代名作朗読会朗読、酒井博子。1、千曲川旅情の歌。1、島崎藤村作。小室なる古城のほとり、雲白く夕日悲しむ。緑なす運びは燃えず、若草もしくにをしなし。白金の襖の丘辺、火に溶けて淡雪流る。暖かき光はあれど、野に満つる香りも知らず。浅くのみ春はかすみて、麦の色をわずかに青し。旅人の群れはいくらか、畑中の道を急ぎる。暮れ行けば朝雲も見えず、歌悲しい柵の草笛。千曲川いざよう波の、岸近き宿に登りつ。濁り酒へ濁れるの見て、草枕しばし慰む。二、崩れた雪、はだれ。草の新兵作。屋根のはだれがどさっと落ちると、光は声を上げて走り寄った。その時、自分は歩いていた。上高田のとある小道を。天の見えない指が青く震えて、屋根のはだれにどさっとツンと触れると、螺旋になって天の真ん中に駆け上がった。崩れた雪に集まって、跳ねたり潜ったり離れたり、光は何かめちゃくちゃしゃべっていた。光に溶けて天に戻る前のひとときを、雪はまぶしく光っていた。三、星とたんぽぽ。金子みすず作。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで隠れてる。昼のお星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる。強いその根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。終わります。同じく名作朗読会の井口貞也です。前回は井伏正治の変老役というのを読ませていただいたんですが、今日も短編小説を読ませていただきます。
小説菊池寛作メイ君。十四代将軍家茂公はさっきから悪さばかりしている。戸川播磨守が懸命に書いた千字文の中の雲昇りて雨をいたし梅雨結びて霜をなすという楷書の立派なお手本の方など見向きもしないで宝書のお雑誌の上にやたらに筆をのたくらせている。雲と書き始めた文句が雨とならないうちに筆がのたくって竜のようなめちゃくちゃな曲線をいくつも書いている。一番最初の雲という字でさえまだはっきりとした形を成していない。まして昇るといったような難しい字はまるで書く意思がないらしい。雲の形が中途から崩れ出して雲中の竜のようなデタラメな曲線になってしまうのである。そして時々目がお雑誌から離れて傍らの金巻への火鉢の方に移っていく。がその火鉢の手触りの柔らかそうな灰に立てられている線香はまだ半分も立っていない。それを見るといよいよ退屈し始めた十四代将軍は二軒ばかり下座にかしこまっているお気に入りの小姓の一人に目川で笑いかけてみる。が小姓が案外真面目腐っているのでまた仕方なしにお雑誌に雲と書き始める。が雲はいつまでたっても混沌としたままである。雲と書き始めた筆が自由に活発に紙の上を無意味に一巡すると家茂公は手荒く新しい紙をめくる。さっきから何枚真新しい献上物の報酬を無駄にしたかもしれない。報酬のお雑誌は15枚閉じになっている。線香の方はともかくもお雑誌の方さえ型がつけばその日のお稽古は終わったことになるのだ。線香がなかなか立たないと見て取った家茂公は今度は非常手段に出てお雑誌の方をなすり過ごそうとしているのである。戸川播磨守康清は黙念として家茂公の乱行を見ていた。彼が習字のお相手として召し出されてからまだ一月も経っていない。カタカナやイロハガナのお稽古が済んで漢字のお習字に移ることになって彼はお相手として特に召し出されたのである。林家の人々などを差し越えてのこうした沙汰は彼としては絶大な名誉であった。彼は老後のすべてをこのお役目のために尽くそうとしている。そして将軍家のご出席を少しでも良くすればこの上のご奉公はないと思っている。ところが肝心の家茂公は彼が手を取って教え始めてから一字一画も真面目に書いたことはない。いろは仮のお稽古の相手が大奥の中老であったためだろう。習字といえばただ悪さをして時間を潰しさえすればいいと思っているらしい。幼少の折から厳しい死について一点一画も揺るがせにしないようにと教えられた播磨守は書道に対してかなり敬虔な心持ちを抱いている。彼は口をゆすいで手を清めた後でなければ筆を取ったことさえない。それなのに家茂公は彼の面前で悪さばかりしている。書を書くことの尊さを少しも知っておられない。慰め事か遊び事か何かのように書を汚している。家茂公のなすことすべて播磨守の心を痛めた。七十を三つも越している一徹な播磨守の心を痛めた。彼はどうにかして主君のこうした心がけを直さなければならないと思った。そのためにはたとえご不況を被ろうともお役御免になろうとも厭うところはないとまで思っていた。お稽古の日が重なるにつれて彼の決心はいよいよ固くなってきた。ところが今日は家持ちの悪さがいつもよりもっとひどい。一字だって真面目には書かれないのである。白絹のようなつやつや光る宝書を五六枚も無駄にしてさらに幾枚目かの紙にデタラメな曲線を書かれようとした時である。播磨守は無言のまま
家持公の筆を持った手のひらをキュッと握りしめた。家持公ははっと本能的に驚かれたようであるが、すぐ子供ながらに自分の位置の優越を思い出されると、威圧的に激しい目つきで春間守の顔をじっと見られた。が春間守はびくともしなかった。彼は柔らかい小鳥のように生ぬるい手を意識して強く、少しは懲罰的に痛さを感じしめるくらいに強く握りしめながら、宝所の上に雲昇りて雨をいたし、梅雨結びて霜をなすと書かせた。家持公は筋張った手のひらで握りしめられる痛みに耐えかねて、中途で2、3度振りほどこうとした。が針間守は一かな離さなかったが、その八字がすっかり書き終えられた時である。針間守がその固い把握の手を緩めて、じっと両手を膝に置きながら、家持公が書いたというよりも自分が書いた八字に眺め入った時だった。赤くなった右の手のひらをじっと見ていた家持公は、机の上にあった青磁の水入れを持って立ち上がると、いきなりたっぷりと称えられていた水を針間守の白髪の頭へザブリッとかけたまま、と笑いながら大奥の方へ走り込まれたのである。一徹な針間守は主君から幼少な年齢から来るいたずらであるとはいえ、激しい侮辱を受けたので、頭から落ちる雫を拭いもやらず、机に両手をかけたまま、しばらくは身動きもしないで考え込んだ。驚いて駆け寄ったおそば衆の小出清舟は懐紙を出して、針間守の額から顎にかけて拭き下ろしながら、あまりの悪さじゃ、ご幼少であるとはいえあまりなご乱行じゃ、ご主君とはいえ心外でござろう、拙者からご大老に申し上げてきついご歓迎を申し上げることにいたそう、ご勘弁なされ、ご勘弁なされと気の毒そうに慰めた。針間守は黙念として清舟の拭くのに任せていたが、濡れた紙下の意義を正すと心持ち声を落としながら、いい大老に申し上げるなど軽はずみなことはしてくださるな、今日という今日は上様のご順次のほどが骨身に答え申したわ、清舟どもありようはかようでござる、拙者今日はお机の前に座って以来しきりに小用を催したのもあじと辛抱いたしおったところ、老年の悲しさには懸命にお手を取った握り、つい失念して尿を少々漏らしたのでござる、訓前においてかかる大不敬を犯したことがもし大目付の耳に入るなら、謹慎閉門はおろか切腹のご沙汰にも至ろうかと心も心ならず苦慮しておったのを、それとお察し遊ばした上様は拙者の失策をご自身の悪さで覆い隠して賜ったのじゃ、ご人事のほど骨身に徹し申したわと針間守は老いた両眼に涙をひたひたとたたえていたのである。小出清舟をはじめ並み居る金衆たちは、ああとばかり膝をたたいて家持公の聡明な人事に感嘆の声を上げたのである。そのことがあってからこの逸話は江戸城の隅から隅へと伝えられた、途上する大名の一人から一人へと伝えられた。皆が幾同音に名君家持公の訓徳をたたえぬものはなかった。ただこれを聞いたいい大老直助だけは、話を半分ほど聞くと
眉をひそめながら、お悪さにも程があったものじゃと言ったまま、話し手が家持ち子を褒め上げるのを聞いて、にこりともしなかった。終わり。もう電車乗って帰ってもらったと思いますいてくれてよかった。今日はありがとうございました。本当に。では夢の多ジャンル共演、音楽と朗読、もうこれは最高です。相変わらずこれをもうね、ぜひ、ね、させていただきます。そうね、今度もね、このイベントではまた名作朗読会も出ます。井口さんになっては実はこの間のこの前の元の番組のあのイベントに来てくれてる。実はあの帰る時で、坂井さんと井口さんが台頭した時は何か事件起こるって今伝説起こってますね。これは2人の時台風、今回電車止まるってどういうことなんですかねすごいよね今朝井口さん乗せですよ。皆さん知ってます？乗せどこか大阪が車に行こうまで一回兵庫県でなかんとこですよ。あれはで僕らもライブで行くんですよ乗せ。あの施設舞台その時も2時間将来かかりますもん。かかるでしょうね。車やったらよくぞそれで来てくれ、もし帰り電車止まってて帰らないとややことやということでございましたね、はい、今日5時半からね放送に歩みに来てくださってありがとうございますで今後ともよろしくお願いします。ちなみにあの酒井さん、こっちこれね、はい、あの酒井さんもこの間朗読診断ソロメソンさん、あソロメソンさんこうやってくれてやるね。ちゃんとあそうですか。とりあえず僕らも歌ってるとこと一緒のとこをこう施設も行ったりする、ね、こういう、ね、この番組から出会ってそういうつながりがほんま嬉しいございます。こちらこそ、はい、もう井口さんもよろしくお願いします。まだ先方向にある答えまた盛り上げて、そうです、ね、よろしい力を貸してくださいませ、はいはい、よろしく。では電車が止まってしまうかもしれないで気をつけて帰ってください。本当にありがとうございました。名作朗読会の皆さんでした。さあ、どうぞございまして、野崎フォークジャンブルは続いていきますよ。今度のこのもちろんイベントにも菅井さんや我々無学ライブ一座よりいいとこに名前載っとるんですよ、この人ね。みんな、看板みたいになってますよ、一人ね、ここにね。で、これ、ここをここにずらしたらまた寂しがれるかもしれんから、ここに載しといたんよ。うん、ほんなら本人、小膝叩いてにっこり笑うんですよ、本当に。ありがとうございます。では今日もね、一番5時半の今日放送所で合田さんした時にね、一番来られへんで一番寝てもって寝過ごしてけえへんのちゃうかと思ってたよ。この方今から出る人ちゃんと来てくれたよよかったよ。ちなみにいつもあの6時の放送の時は何回かギリギリ来ることもあってんけどねもう6時前にあそこ開けてきてるからね。お客さんより後に来る男で有名です。今日はちゃんと来てくれてたよ、ありがとうございます。なんか電車止まること知ってた？いや知らなかった。あ知らなかった？なんか電話かけた時知ってそうな感じだったのに。あの時もそうやね、潮崎ジョージといえば春になったらね、皆さんあの痛風になるやで有名なんですよ。で桜とともに痛風なんでいつも歩かれになって、うちらの8匹で黄色スタッフ肩かしてガー歩かなあかんって、みんな4月5日歩けるかと心配してるってこれ聞いたらちょっと足痛なってるって言ってねやばいやばい、ちょっと皆さんお客さんあのビール控えろ言っといてください。本当にそこが原因や思いますわほんまに。さあこの方今日も帰って、おっと今日はなんかあれ横にうちのメンバーも添えておりますね。楽しみですね。さあこのイベントにも参加してくれる方です。楽しみしてくださいね。あ、さっき言うと今度このイベントで今この方はあの今度あのかぐや姫改めですね、リスペクト野崎姫をすると思いますので、楽しみしてくださいよ。この方の登場です。今日来てくれました、よろしく。こんにちは。こんにちは、第38回目の、フォークジャンボリー野崎フォークジャンボリーを始めます。先週、土曜日ですね、ちょうどお彼岸の日、うちの姉から電話があってね、今田舎下関に帰っていると、墓参りに行っているとそれでなんか昔の僕の部屋をこう探しているとなんか僕が作った歌があって、なんかえらいみんなで笑っていたっていうことで、まあ、その歌をちょっとやってみようと思ってます。なるほど、クレイク下関
毎週ね、僕は一曲で済むんですけど、今日はね、時間があれし、多分、ね、もちろん相方とか、山田大先生が、今日はお見えになって言えませんので、もう一曲歌います。イルカの、サラダから来た娘。気づかないほどぼんやりしているあなたに飾りゲート外れてマフラー編んで秋の野原をかけてあげたい私あなたのところへお嫁に行きました私の夢と心をカゴに詰めてさっさっさサラダがサラダの国から来た娘開けてあげたらいい。そしたらあなたは、朝が一番好きになるはず。私あなたのところへお嫁に行きました。遠い国から来たの。あなたはお水さっさっさサラダの国から来た娘名曲ね、暮れゆく下関、山口県下関出身、彦島よ島ね、そうそうそう、ね、生まれ育って、もう散々悪いことして大阪に流れてる懐かしくて、俺らもようその歌聞いてたからね、うん、よう昔、中崎ジョージ with 僕らみたいな感じで、シルバード大ホールとか、一緒に後ろで俺ら、はぁ、
ハーとかやってましたよ、吉野崎さんの後ろで。コーラスね。懐かしいよね。やっぱ名曲やね。いや、ほんまこれ行く感じがね、見れて最高でしたけど、ね、あれは吉野崎のオリジナル曲なんですよね。はい。田舎の人全員俺のオリジナル曲言うても大丈夫ですね、これは。誰かと一緒に作ったことないよね。で、すいません、文字これでございますんで。うん、我々、詳細上の心配は本当、痛風です。足は大丈夫ですか？いや、ちょっと両サイドね。来てますか？両方来てる。両方来ちゃった。両方来たら完全歩かれへんね、もう。ちょっと、前触れが来てるからね。ちょっと待って、我々はもう、担いでステージ上げないって感じ。はいつくばってもう行きますよ。ああ、はいつくば出てくるの、みんなキャー言うで、そんなの。北部全市出てきたら怖いねんから、詳細上にが。頼むよ、ほんまに来週。痛風だけは気をつけてください、はい、ほな、詳細以上にもこれも楽しみしておりますので、今日は2曲最高でしたね。ありがとうございました。詳細以上でした。今日はいいお客さん、桜の方がいてね、いえいえ言うてくれて最高ですね。ありがとうございます。というわけで今日はね、今日は5時半から始まっちゃったんで、多分これもう山根さん多分知らないと思います今。いつも駆けつけて山根さん多分5時半から始まったと思ってないから、まだ放送してたら多分向こうてると思うけど、今日も5時半からやってるんですね。ということでございまして、そんな時こそ我々のまた番組のうちの実はスタッフは全員ギター弾けるんだというとこを、番組ご覧の皆さん、そしてスタジオのわさびらに見せたいなと思います。そう、彼らはギター弾けるんですよ。知ってた？そうでしょ、楽しみやろ。あの黄色のハッピーの外、いつもカメラ回してる人、今からギター弾くからちょっと見たってね、今からね、すごいよ。ということでございまして、久々の登場かな、ある意味ね。野崎、フォークジャンボリ、スタッフ、オールスターズ。もう、もう名前が長すぎから短縮で、スタッフズと呼んでますんで、皆さん。スタッフズ、久々に登場、楽しみ。今日はどんな曲をカバーしてくれるかな。スタッフズはもちろん、ちなみにこの、イベントはもちろんスタッフでガンガンやってますので、皆さん楽しみに、彼の動きも。あ、いつもカメラ回してる方の顔も今日見れてますしね。いつもハッキーのハッピーって僕呼んでるのが彼なんですね。楽しみでください。今日も登場です。さあ、あ、ここにさっき言ったあの劇団のね、あのこの芝居する子、ほんま真ん中おんねんけど、ほぼ土曜日いませんので、いつも二人で頑張ってくれてます。この方です。頼むぞ。よろしく。どうも、こんにちは。片山 D こと、片山博之と、内田渡るです。今日はいい天気でしたね、渡るさん。そうですね。もう、あったかくなりますね、すっかり。春でした。で、私は今日は実は、丹波に行って以来久しぶりに、本当に5ヶ月ぶりにバイクに乗ってきました、はい。実はバイクが丹波に行った翌日に、盗まれるというハプニングに見舞われました、はい、マジっすか、はい。とんでもないことになりました、はい。それがやっと昨日、今日ですね、今日の午前中修理が帰ってきたということで、もう恨みを晴らすかのように乗ってきました。これからもね、フォークジャンボリで私もね、お手伝いさせていただきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきましょうか。今回歌う曲はですね、1975年にアリスさんがカバーされた今はもう誰もという曲を歌いたいと思います。僕たちで、それでは、
ってたじゃん、また今日もね、いい感じだった。初めて見た、初めて見た。おお、ちょっと何回かもう番組撮ってんねん、言うとくからけど、ほんま今日もね、久々こうスタッフで、はい、急遽山根さんが間に合うわけないということで今頃多分向かってんで番組までシャッター閉まってびっくりすると思うから山根さん向かってると思うよ多分ほんまありがとうございました。今日最高でした、ありがとうございます。めっちゃ熱い練習してたもんね。スタッフでした。またそれぞれのポジションに戻っていきます。スー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 ということでまして、我々無学ライブツアーですね、先週の生放送からもちろん今週の生放送まで、まだあちこちね、野崎大東じゃないね、あちこち歌いてたんですね。どこ行ってきましたか、上村君お願いしてもよろしいでしょうか。はい、3月21日、22日、大阪府池田市は日曜、花咲池田21介護付き有料老人ホーム3階の食堂会場で行ってきましたな。次の日も池田行ってましたもんね、大東市離れて。あ、俺も何年ぶりかいろいろ今こそこれがですね4年半ぶりそうなんです、4年半ぶりにね電話かかってきてね、行ってきましたね。もう全然職員さんもね、もう全然違う方ばっかりでね、見てる方はまあ覚えてくれると思ったんかな。すごいまた盛り上がって最高でした、池田ありがとう。そしてはい、これでいくは、3月23日月曜日、うん、大阪市東淀川区、うん、楽しいデイズ行こう福祉対応型デイサービス、うん、ひな祭りで、月デイショーですね、行ってきました。ひな祭りコンサート続いてるんですね。もうすごいよ、この随行さんはこのひな壇がものすごく大きいのうわ置いてて、もうこれぐらいの部屋かな。で、内田君のとこにひな壇あるから、内田君も思いっきり前一人出てたからこうやってするとねもうこれぐらいの位置でやってたからうちだくちょっと恥ずかしかった、ちょっと前出過ぎてたからね。で、内田君ひし餅とか金、うん、取って食ってたわけではないので大丈夫ねあれは作りもやじゃあ教えとこうやな最高追い込みな、ありがとう。また七夕に入りましょう。そして、うん、そして大阪市、24日ですね、3月24日火曜日、大阪市東淀川区、うん、デイサービスホタル福祉通所介護施設、うん、でもひな祭りのショー見て行ってまいりました。行ってきました。ホタルさんも今そのカメラのあるぐらい1位2位なおって、うん、もうほんま距離感この距離感でアンプ使うからねすごいよね、みんなみんなうわーやってくれて、もう人の真ん中お父さんがもう俺と同じ振り付けをずっと一緒にしてくれてね、俺が無隠れ店一緒にうわーしてくれてね、もう最後にはもうここいはったね、一回一人増えてたね、その前から。もう最後ホタル盛り上がりました、いつもありがとうございます。こちらこそ楽しかったです、ありがとうございます。そして3月26日の木曜、大阪府柏原市は大樹柏原地域密着型高齢者施設、こちらもひな祭りショーにて行ってきました。ひな祭りショー続いてます。大樹さんも常連組でございますね。もう相変わらずも僕らのことをねこう飾って、もうポスターもねいっぱいなんか貼ってくれてるな、ちゃんと無学ライブやってくるよみたいなね、告知に無学でスペシャルコンサートって書いてるね、スペシャルでつけてくれてるのはこの施設だけじゃ大丈夫ぐらいな面白いね、スペシャルって書いてくれてる、ちゃんとカタカナでねいい感じでした。今日も最高でしたね、この時もね、皆さんありがとうございました。そしてで、3月27日金曜日金曜日、大阪府堺市中区安らぎ園、うん、特別養護老人ホーム、安らぎの園ですね、行ってまいりました。もちろんひな祭りショーの朝から続いて、まあ、ここまで広いんで、こう逆にね、広いところで、まあ、アンプも2つこう右から左飛ばしながら、もうみんな覚えてくれて、終わったの写真撮影会を一人ずつほんでもう一人ずつこう来て撮っていくって感じでね、で、もううちら買いそうな感じになってたけど、そこをみんなこうちょっと止めてね、みんなでこう撮ってたっていう感じでございましたね。もう楽しかった。もう写真でこう撮るときもみんなで撮るときありがとう言ってくれて、それ嬉しくてね、ほんと皆さんほんと感謝しても楽しかった。あ、どっか行った施設で、もう服着替えてて、うちらギター直してたのにアンコールアンコールって聞こえない。もう完全に衣装脱いでるし、もうギターなんか内田君完全に縛ってるしね、もう内田君は普通の内田君に戻ってたから完全にそっから行かなあかんから、行っても5分ぐらい準備する、また機材から全部もう一回つけて、だからみんな言うアンコール機材外したらもう言わないでください皆さん、えらいことになりますからね。もう、うちのハッピーだ、もう5分ぐらい準備しながら、うちまた音合わせて、そのあとなんか喋らんか一生懸命、僕のあの譜面台は赤いでしょとかそういう話しようかなから一生懸命やってね、皆さん楽しかったです、ありがとうございます、みんなありがとう。以上でございまして帰ってまいりました。さあ無学ライブツアー、今度またねそのイベントに向けてね、まだ今熱い思い
声でね、毎日こう歌いに行きながらもそのイベントを楽しみに僕らもあったんですけどね、今日もね、朗読の皆さん、塩崎ジョージも、自分のふるさとの歌をね、オリジナル曲歌ったとして、僕はもうオリジナル曲ばっかり、16歳の時から作ってたんですけどね、人前で歌ったが先ほど言った塩崎ジョージに声かけてくれて、歌ってみえへんかいって塩崎ジョージが当時あの雇われマスターしてたね、カラオケ喫茶とこで、歌ってね、それが僕が人前で初めて歌ったっていうのは初めて人歌を歌ったきっかけなんですね。で僕が塩崎ジョージに歌えへんかって言われてんかったら上村君も内田君も出会ってなかった。その中で片山にもみんなもね、それ今日来てるお客様みんなとも出会ってなかった。一つの音楽からこうやって出会ったんだなってことの初イベントを今度します。本当に嬉しいことでございますね。楽しみでございます。僕が二十歳の頃に作った僕らもオリジナル曲です。壁に咲く花。花を咲かせてくれ。
せて消え、音楽クラウザーで亀井さん、彼氏どうもありがとう。OK、ありがとう。けどお前、潮崎城に出会うまではね、後ろ前に歌うとは思ってなかったけどね。そんな潮崎城当時がね、今度痛風でね、あの出られたんで、びっくりしておいてくださいね。みんなで足ちょっとつっついてください。みんなでイエーイ言うからね。さあ、無学ライブさん、今日の悩みが来週の悩み、まだあちこち行きますよ。よろしく。無学ライブ情報としましては、無学ライブ情報としましては、よろしく。はい、3月の29日の日曜日、大阪市北区アセス北梅田福祉グループホーム、明日日曜日梅田でね歌ってきますね。大阪市北区行ってきます。そして、で3月の30日大阪府箕面市ハピルス箕面通所介護、それは月曜ですかね、月曜ですね、箕面行ってきますよ、行ってきますよ。箕面行ったからって猿見れるわけちゃうからね、町行くからね、それでみんなよ猿会えるから山に行くからね、まあ、行ってきます。箕面ではあのパタヤ兄がね、昔あの車でね接触事故あったとこやね、箕面はバイクや車で大変だからね、箕面行ってきます。そして3月の31日、こちらは火曜日、火曜日大阪府堺市東区、うん、ハーモニープラザ福祉グループホーム、初めて行ってくるんですね。ハーモニーって音楽の名前ついてるね。でハーモニープラザがひな祭りコンサート3月最後やから、塩会って桜がちょうど咲いてきたから、お花見コンサートに帰ってくださいいう電話がかかってきてね、どっちでも大丈夫よそんなもんで、気持ちがね、花ひな祭り行くよりはお花見コンサートで行くっていう気持ちで歌いに行くってことやね、うちらも。これはははーん、団子食おう思ってた団子出ると思うよ、そらお花見やったら堺で団子5、60個歌ったいるうちだから、ね、そして4月の1日、4月になっちゃったね、水曜日、水曜日大阪府吹田市デイサービス、これはわらび、お行ってきます。わらびさん、わらうにくるに美しと勘違いでわらびって言うんですね。でも名前も面白いんだけど、何が面白いの、元寿司屋さんのそのままの店舗を福祉施設のデイサービスでね、だからカウンターとかそのまま残ってんねんねこれあの座席もあのカウンター席のままで、こっちのお座敷がちゃんとあるって、でお座敷が僕らの楽屋によくなるんですね。そういう感じ、面白い施設なんですね、楽しみですね。わらびも、2年ぶりぐらい行くんちゃうかな、楽しみなやつ。そして4月の3日金曜日、金曜日、こちら、奈良県大和郡山市、北街道老人会&ほのぼのサロン合同お花見会、よーついにお花見っていう言葉出てきましたね。4月といえばお花見会ですね。大和郡山で、我々さんお花見コンサートの第1弾をやっていきたいと思います。ということでございましてね、今日も第38回、皆さんお付き合いいただいて誠に、今日はね電車が止まるというねトラブルっていうか、僕らは別にトラブってるんだよ、その線路が工事されるからね。その中今頃多分、酒井さん、労働家皆さん、のせと衰退目指し今帰っていってると思いますのでね、無事に帰れてるかなありがとう。ということで最後はね、今日はね名作労働家皆さん本当にありがとう、塩崎ジョージもありがとう、でスタッフスもね目指し今日は楽しかったですね。来週はイベントの前の土曜日の日やのに、なんとまた初登場の方が来るんですね。しかも大東市のハーモニカのサークの皆さんが来るってことでございますね。皆さん楽しみにしてくださいよ。初登場イベント前に来てくれて最高やね。もう先ほど頼む、ちなみにもう5月からちっこちいろんなまたね見たことないグループが登場して、皆さん楽しみにしてくださいね。ということで最後はねまた盛り上がって終わりだと思いますので、この方呼びましょう。塩崎城よろしくということで、ジョージさん、はい、最後はね、今日山根さんは完全に5時半からのこの放送を持ってるから今来たいけるわいけるよ、片山さんよろしくお願いします。今待ってた、ちょうど今山根さんにあの細かく説明すると、今日の電車が止まるんですわ、あの特番から7時に、ほんで今ゲストが遠いとか来てて電車乗らなあかんから今日5時半から番組してたんですよ、そのために。今終わるときちょうど間に合うとよかった、山根さんどうぞどうぞギターここにいますんで山根正彦さんで今ほんまに今来たよ、よろしくよろしく、今これ最後やね、山根さんこれ元気かい、よろしく、ここは動いてますさ、よろしくね。ということで、こんな感じに今から石田石蔵がお手本見せるからね、ゴーダさんも誕生日3月おめでとうやからよく聞いといていくよ、この味せーの、元気かーい、元気だよ。そう、この後の方みんな歌ってもらいたいですね。だから今日はね3月の放送最後です、ぜひと皆さんもらえたら4月の今日も一番後ろからの今日は5時半の放送でちゃんと駆けつけて
いずれもあるんでしょう。ギター弾いてるかもしれないからよろしくお願いしますよ。さあ最後皆さん盛り上げてくださいね。元気で僕は元気で言ってください。最後盛り上がって切れますか。山根さん来たことはよろしく。元気かひふみよ。怯えた街を手伝おうとしても大都会の冷たさに信じてたあの頃憧れたかしようかと将来とか祈りでは明け越されたりしていたぜ。ふたごろぬくもりと親の優しさを僕らの応援後押ししてくれる。こぼれ落ちてしまいます。